今週はなんかお仕事とかダンスレッスンがめっちゃあって、ちょっとねその話もしたいと思います。ダンスレッスンね、なんかあきちゃんがさ、なんか一緒に受けてた日があって、そしたらあきちゃんのね、なんかおっぱいのところにチャックがあるね、 T シャツを着てたの、レッスン中に。それでさ、スバルはさ GTA 中にさ、あきちゃんにもさ大変お世話になったからさ、これまた GTA の話になるけど、 GTA ね、なんかね絆が深まったよ、メンバー同士の。すごい思った、なんか今までも仲いいなと思ったけど、 GTA を終えてまた一つね、なんかまた一個仲良くなったなと思った。でそのチャックね、え、あきちゃん何そのエッチなチャックと思って、何それ開けていいわけって聞いたら、なんか、え、いいわよとか言うから、えーと思って、じゃあアキちゃん開けちゃうよとか言ってビャーって開けたの。でもなんか緊張してうまく開けれなくて、でそしたらなんかアキちゃんが開けてくれて、開けたらめっちゃ中にアメちゃんがいっぱい入ってる、普通のでけポケットだったのね。くそー、なんだ普通のポケットかよみたいな。アキちゃんなんかいつもレッスン来るときアメちゃん持ってきてくれると思って、クソと思って、でなんだと思って、でなんかアキちゃんがそっからアメちゃんいる人とか言って配ってて、ね、なんかで、そしたらね次の日ね、今度はスイちゃんが胸にチャックある服着てたわけで、なにーってなったの。アキちゃん今日はあの T シャツじゃないのって聞いたら、横からスイちゃんは今日はあれを着てるんだよとか言って、でなんか、え、スイちゃんなのと思って、はいはい、またアメちゃんが入ってんでしょと思って、そしたらスイちゃんがさチャックビャーって開けたんだけど、マジで普通の、もうスイちゃんの普通のエッチなチャックだったわけで、なにアメちゃんじゃないってなって、マジで二度見したわ、びっくりしまったね。なんかそういうのがあった。ドルルンデンデルルンデンデルルンデンデルルンデルルンデンデルルンデン、いた